はい、こんばんは。今何時ですか？1時過ぎましたかね、夜中の1時過ぎたところでございます。これからちょっと茨城県の日立市というところに行きまして、社会人野球の試合の、実況じゃないんですけど視察ということで、視察だけでなくて、いつもお世話になっているテレビ局の、皆さんにちょっとお会いしてご挨拶をというところ で、朝早い試合で、ちょっと朝混むかもなっていうところなので、ちょっと時間も読めないという中で、深夜、高速料金も安いということで、のんびりゆっくり休みながら行こうかなというところでございます。では行ってきます。時刻は夜中の2時30分を回ったところですかね。牛久というところのセブンイレブンに来てちょっとコーヒーを買ったんですけれども、一応ナビを高速道路設定にしていたんですけど、やっぱりこの真夜中ということでかなり道路も空いてるので、6号線をずっと北上して日立まで行ってみようかなと思います。途中、そうですね、なんか道の駅とかあると、ちょっと仮眠したりとかできそうで、そういうところをちょっと見つけていきたいなと思います。今時刻が3時30分を回ったところでして、ここが茨城県の小美玉あたりだと思われます。で、道の駅というのが6号線沿いになかなかなくてですね、このロードパークというところがありまして、ここは車を止めて休むことができる場所だそうです。で、実はですね、茨城に行こうとして車を進めてるんですけど、実はですね、雨が降る予報が出てるんですよ。なので、せっかく日立まで行っても雨が降って、試合がやってない中止っていうこともありえるんで、でも雨が降りそうでこれ試合やんねえべなってなったら、もうこのまま折り返してというか引き返して帰ろうかなと思います。おはようございます。ダメか。はい、おはようございます。今小美玉市というところにいるんですが、帰ることにしました。やっぱりダメだったので、とりあえず後日出直して来ようかなと思います。では家に帰ります。おはようございます。結局あの日は雨で試合が中止になって、で1日置いて、今日ですね、今日月曜日なんですけれども、改めて日立に向かいます。
バッテリーはピッチャー森下、キャッチャー、試合が終わりましたので、これから帰ります。でちょっとこの間ぶつけられた車の件で、車屋に呼ばれたのでちょっと車屋に寄ってから帰ります。これが台車で、私が今乗っている車の後継車ということになります。もろレンタカーな車でした。でですね、ここですね、サイドブレーキがこれに変わるんですよ。 P、 これをなんか引いたり押したりで、まあ、いわゆる普通のサイドブレーキと同じようなイメージでやっていくということらしいです。絶対慣れないと思うんですけど、ちょっと慣れるまで頑張ります。いやー、ちょっと慣れないな。これ林さん、窓に今何キロ出てるかが映るやつなんですね。いやー、なんか同じような車を借りてるはずなんですけど、なんか全然違いますね。慣れないんです。怖いですね、なんか慣れるまで。あー、なんかすごい変な感じ。このブレーキの感覚もやっぱり車によって違いますね。こういうのに慣れるのもちょっと時間かかりそうですね。いやー、これで明日ちょっとスタジオ行くの怖いな。東京のど真ん中走るわけでしょう。すごい早い時間に出てゆっくり行こうか。あれ、なんもないじゃん。来るかな。ちょっと今記念撮影してはい、おはようございます。今日なんですけど、実はうちの奥さんが手術をする日でして、で昨日から入院してるんですが、で今日手術ということで、この後、病院に向かいまして付き添いということでございます。2時間3時間くらいの手術になるそうなんですけれども、成功を祈って、無事を祈って病院に向かおうというところでございます。手術が終わりました。なんとか無事に終わって、本当に一安心でございます。今日は、術後ということで、今日は術後ということで、面会はもうできないということなので、一旦帰って、今日この後仕事があるので仕事頑張って、また明日面会に行きます。